見失っちまったけど、今は金が先だ。何が何でも奪い返さなきゃならねえ。ダダイゴシ、ダダイゴシ、ダダイゴシ、海賊から金を奪ってきました。金の番すらできねえか、情けねえ奴がいたもんだな。ウソップ、危機はあるか、チョッパ。死んじゃいない。大丈夫、助けられるよ。ちょっと待ってろよ、ウソップ。あのふざけた家、吹き飛ばしてくるからよ。誰だ、てめえらは。あれは麦わらのルフィ、あの貧弱長っぱな野郎のいる一味の船長だ。てめえの実力のほども知れるってもんだな。こっちから叩き潰してやる。うやっ、ちょ
ちょっと待て、おめえら、金だろ、返してほしいのは。残念だがここにはもうねえ。フランキーの兄貴が持って買い物に出ちまったんだ。つまりここでどれだけ暴れようとも金は戻っては。もう喋ってくれるな。そういうこっちゃねえんだよ。そうだな、もう手遅れだ。お前ら俺も残らねえと思え。どうかフランキー、どこへだよ。まいったな、金の行方は本当にわからねえようだ。フランキーってやつを締め上げても買い物された後じゃな。おい、ウソップの応急処置終わったぞ。とにかく船に戻るかルフィ。船よ。ん？決めたよ。ゴーイングメリー号とはここで別れよう。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、シュール代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ウソップ。ああ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小牧野よ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろお前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。ドンキー・ディ・ルフィー、俺と決闘しろ。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ。
返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しけれ、今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。衝撃インパクト。どうだ、チキシュラゴムゴムのブレット。お前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら、俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。